演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はサーティワンアイスクリームのスモールサイズレギュラーフレーバーアイスを16個食べたいと思います。あー、これも美味しそうですね。アイスクリームいっぱい。サーティワンは以前からちょっと曇っちゃった。これでよし。サーティワンは以前何度も食べたことあるんですが、いっぱい食べるのは初めてですね。というわけで本日はレギュラーフレーバーをいっぱい食べていきたいと思います。ですが、以前食べたことがあるフレーバー、そして自分はメロンが食べられないので、レギュラーメニューのうちマスクメロンについては今回外させていただいておりますことをご了承ください。やっぱり苦手なフレーバー無理して食べてもいい評価出せないんですよね。というわけでまずはシンプルなバニラかな、これからいきたいと思います。で、今回少し前にこういうアイスを食べるためのスプーンというものをいただきましたので、今回はこちらをやっていきたいと思います。では、こちらのアイスは硬い。ちょっといくらがでも硬すぎたのかな。ではいただきます。硬たい、思ったより硬い。こりゃちょっと溶かさないと食べられないぞ。あーってやってる間にグダグダになっていく。最初に食べたのはキャラメル味でしたね。バニラかと思ったんですけど、ちょっと硬くてえらい目に遭いましたけど、それでもとってもキャラメルの甘みはしっかり口の中に広がってきて美味しかったです。2つ目に食べたのはあれなんだっけ、もう食べ分からなくて前に感想言えって話ですよね。違う、3つ目に食べたのはコーヒーのナッツで、あれは結構コーヒーの苦みは口の中に広がってきて美味しかったです。ナッツの食感もありまして、ナッツは4つ目のチョコレートにも入る、違う、次のチョコレートもしっかり濃厚な味わいがあって美味しかったです。で、2つ目のやつは何だっけ、そうだ、ここにあったんだ、あ、そうだ、思い出した、これクッキー&クリームですね。ほんと失礼なことやりました。もうグダグダだよ。で、このクッキー&クリームは中のクッキーがザクザクした音が本当に心地よくて美味しかったです。で、次はこちらなんですけど、ちょっと色味を良くしてみようと思って、こちらの業務スーパーのトッピングウェハースをつけてみました。では、あと1枚ありますね。ウェハース単体もちょっと食べて、それも感想も言ってみたいと思います。では、ウェハース合わせて正解だった。アイスを邪魔しないサクサク音がまた違った味を与えてくれます。そしてそれを引き出すアイスも本当にいい。最初に食べたロッキーロードは、これまたザクザクとした食感がナッツという味がして、とチョコレートも残り美味しかったんですが、ちょっとマシュマロはどっか行っちゃった感がありますね。2つ目に食べたオレンジソルベは、さっぱりとしたオレンジの酸味をしっかり感じることができて美味しかったです。そしてその次に食べた、多分いくつか方法あるんですけど、多分バナナ&ストロベリーだと思うんですよね。ストロベリーの甘酸っぱさだけじゃなくて、何か別のおそらくバナナの甘さも入ってて美味しかったです。ただこのチーズケーキのどっちなのかなとちょっと思ってる部分があるんですが、とりあえずバナナ&ストロベリーということにしておいてください。なんでお願いしてるんでしょうね。そして最後に食べた抹茶は、抹茶の濃厚かつ芳香な香りが口の中でくんふわっと広がってきて、とっても美味しかったです。そして一応言っておきますと、このウェハースもサクサクとした軽い食感でアイスの味を邪魔しないで、程よく食感だけを合わせてくれて美味しかったです。では続きましてはこちら、また彩りを入れたいと思って、同じく業務スーパーのワッフルボールの上に乗せてみました。これでザク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 いきたいな。では、
多分これバニラですよね。でいただきます。ザクザクしたワッフルによく合うアイス、これも31の実力なんでしょうね。本当に美味しい。こちらのやはり最初に食べたのはバニラでした。これはまさにシンプルイズザベストで、パンの瞬間に飾り気のないバニラの風味が口の中にふわっと香ってきて美味しかったです。やっぱりこういうところにこだわりとか出るのかな。ラム、続いて食べたのはラムレーズン。これはちょっとラム酒はきつくて、他肉のアイスに比べると好みが分かれそうだなっていう気がしますね。ラムレーズンアイス自体もともと好みが分かれる部分はありますが、今まで食べてきたラムレーズンの中でも特に好みが分かれそうです。自分にはちょっとラム酒は強いかなと思ったのはありましたね。好きな人は好きなんでしょうけど、どうかな、今回の中ではちょっといまいちな評価になったかなと思います。で、この次のチョップロチョコレート、これチョップロサラダとかいうなんか細かく刻んだサラダがありますけど、多分そのイメージでチョコレートを砕いたものだと思います。で、なのでチョコレートの食感とかも入ってて美味しかったですね。ただのチョコレートとはまた違いました、先ほど食べた。そして最後のラブポーション31、お店の名前が入っているのだけなんで自信があるのか、かなり甘酸っぱかったです。ラズベリーの甘酸っぱさは良かったですね。ストロベリーとはまた違います。で、ちょっとクッキーとかもチョコレートも入って食感も楽しめて本当に美味しかったです。ラブポーション、まさに愛を感じましたね。で、ちなみに今回もワッフルボールでも食べてみましたが、ベルギー、以前食べたベルギーワッフルなどと比べるとやっぱり薄焼きになっているので、ワッフルというよりはチップスに近い印象でしたね。まあこのぐらいが邪魔しないのかもしれませんが。で、ラストフレーバー、先に出してよって話ですけどね。はい、こちらがラスト。あ、これこっちダメです。さっきバナナのストロベリーじゃ見えたけど、こっちの方が多分そうですよね。とすることはさっきはチーズケーキか、ちょっと悪い、また悪いことしちゃいましたね。ではそのバナナからいただきます。バナナとイチゴを同時に味わえるなんて最高です。こういうの本当にいいですね。やっぱり最初に食べたのはこのバナナのストロベリーでした。先ほどのやつ訂正してこちらにいたします。申し訳ございませんでした。で、このバナナのストロベリーですが、やっぱり全然違いましたね。口の中に入れた瞬間にバナナの甘さがふわっと広がってきて、そこに一応生酸っぱさもうまい具合に加わってる。そのバナナとイチゴを同時に食べるって結構ない気がしますので、これは本当に嬉しかったですね。好きな果物を同時に味わえるんですから、とちょっと感激に開くと、俺は次のレモンシャーベット、こちらはレモンのピリッとした酸味が口の中に広がってきて、先ほどのオレンジとはまた違った爽快感がありました。夏とかにいいかもしれないですね、これ。その次に食べたのがジャモカコーヒーですね。ジャモカコーヒーと何入ってますか。じゃ、コーヒーというよりはカフェオレ、カフェラテに近い味でした。やっぱりアイスクリーム自体が乳製品なので、どうしても牛乳と混ざっちゃうのかな。もうちょっとほろ苦くても良かったかもしれませんね。コーヒーという名前であればカフェオ、ジャモカカフェオレだったらぴったりなイメージだったと思います。で、なんで名前の提案してるんでしょうね、偉そうに。で、最後に食べたこのベリーベリーストロベリーは、これまたバニラ同様シンプル、イチゴの甘酸っぱさが口の中にふわっと広がってきてとっても美味しかったです。やっぱりイチゴのアイスって強いですね。で、以前まで食べたものと含めると、これで31のレギュラーメニューは前述した理由からマスクメロンを除いて全部食べたわけですが、自分の中でお気に入りは、1番目はやっぱり以前食べたポッピングシャワーなんですけど、2番目はこのラブポーション31ポーションですね。ラブポーション31だ。で、その次がバナナ&ストロベリーです。これらを共演やっていくと、ポッピングシャワーを置くとこちら、ラブポーション31もかなり僅差でこちら、ちょっと2位って言ってますけど、かなり僅差です。で、バナナ&ストロベリーもこちらの点数とさせていただきます。やっぱりどれも好きなんですね。アイスいっぱい食べる機会ってなかなかないので、今回食べられて本当に美味しかったです。でも
これでお腹とか壊さないようにしないとな。そこのところは本当に気をつけないと。というわけでご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武編へ、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。